ということで、お久しぶりです。久しぶりです。はい、上田、はい、さんお久しぶりです。そして皆さんも、こんにちは。ワンタンメンくまちゃんです。今日はね、あの公開です。中級編の2回目ということで、まあ、あの中級編といっても、そうなんていうんだろう、発音発音における中級編ですね。今日2回目なので、もし1回目がちょっとどんな感じか知りたいという方は、ね、ぜひ概要欄の方を見ていただいて。 でまあ、2回目なので、ちょっと前回の復習をちょっと待つしようと思ってます。覚えてますかあの、単語帳でやりましたね、例文を。<laughs> 前回、初回はね、家族編をやりました。私がランダムで日本語を読んでいくので <laughs>、そ, <laughs> そういう、そういう、見てていいですよ。いいですかこの日本語に合う中国語をちょっとね、はい、読んでみてください。じゃあ、いきますよ。じゃあ、まずこの、えー、ページ28からいきますね。えー、ママ。 ママ怒らないで。ママ、別エシャンチ。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 そう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 。今ね、シャンチのシャンが瞬ちょっと下がっちゃったね。シャン。シュン。ででで。シュンチ。オッケーオッケー。Okay, okay. <痴>はい、じゃあね、次はこれでしょう。お姉ちゃんすごい。ジェジェ、ジョンリーハイ。ジそう。 これもね、チュンがもうちょっと高くてもいいかも。今、チェジェ、チュンリーハイ。ちょっと下がってました。チェジェ、チュン。チェジェ、チュンリーハイ。そう、そうです。2世と3世が基本的に中国語の姿勢では音は下がってて、1世と4世が高いので、そうこの高低差を意識してね。チェジェ、チュンリーハイ。チェジェ、チュンリーハイ。そう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 ,そうです。そうです。はん、じゃあ、一番上の、みんな私の家族です。

次のページは、ちょっとひねりを加えて、私が中国語を読むので、日本語の意味当ててください。<laughs> これ、もう発音じゃなくて、リスニングのテストみたいになっちゃってるけど、<laughs> <わ>まあリスニングもね、はい、発音に必要なんでね。えー、じゃあ、その、まず1個目が、不要跟弟弟吵ィティチャオチャ。チャゃチ弟と一緒にチャオチャするなってことです。<laughs> えする必要ないするなってこと、しないでねって。遊ぶなってことでした 惜しい。ちゃ喧嘩。すみません。喧嘩。喧嘩、喧嘩。そう、だから弟と喧嘩しないでね。次行けますね、次。はい。うん。はい。我をメンメあ、妹がいました。います。惜しい。いました。できましたそう、できました。いましただとちょっと悲しいですよね。妹がいたんだよね。はい。 えじゃその次リアンアイラー。アえっと、子供はかわいらしい違う。あずですね。あず、あず、あずが家族の一人。一人。息子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 、あず、恋愛アルが愛愛を、息子愛してスコアイスマス。ムス この変化球面白,い面白くなっちゃった。ごめんね。あの <laughs>、はい、恋愛っていうのが恋愛ああ、ほんまい。で、ルアは過去形を示すので、息子が恋をした。息子が恋をした。<laughs> <laughs> OK。ラストです、ラスト。ニュアル・ジャンダーラ。ニュアル・ジャンダーラ。<う>あえー、女の子は。 大変大きい。えおの高い。それそれそれで面白いジャンダーラの意味は大きくなった、大きく成長した。だからこの場合は娘は大きくなりましたとかね。んかちょっと面白かったです、途中から。すみません、ごめんなさい。大丈夫、OK。 ということで、じゃあ、もう自分の総合的な中国語のレベルってちょっと知りたくないですか、はい、めっちゃ知りたいです。はい、ね。なんか私は勝手にね、なんか中級編とか決めちゃったけど、<laughs> なんか正直どれぐらいのレベルかは、ちょっと私もまだよくわからないので、今日ちょっとあるアプリを使ってそれを測ってもらおうと思っています、えー。そのアプリは何かっていうと、あの、スーパーチャイニーズっていうアプリですね。ちょっとね、そのアプリ、まあ私先日ね、ちょっとよかったらこれダウンロードしてくださいって言って。 多分案内したと思うんですけども今ダウンロードされてますか？あはい、そう。このアプリをね。ちょっと使っていこうと思います。このお猿さんの？<laughs> はい、はい。このアプリはどうのうアプリかというとまあ、語学学習アプリなんですけど、中国語のそのなんかレッスンの難易度がなんかレベル1からレベル7に分かれててで自由に選べるんですよ。 だから、まあ、うん、そのすごい初級者だけじゃなくて、中級者とか上級者の方でも多分役に立つと思うんですけど、アプリを始めるときになんか最初に受けるテストがあって、それによって自分がどのレベルにいるか分かるんですね。だからちょっとそのテストをちょっと受けてみてもらおうと思います。でも私はこれ受けました。どうでした、結果は。はい、レベル6でした。<laughs> そうえ、レベル0とかないですよ。<laughs> レベル一からじゃないかな <laughs> ちょっとぜひやってみてくださいは,こわはい、始めます頑張れはいはい聞こえた田中君申しい、ごめ、うんし全然わからんえ？ね間違えました間違えちゃった はい。おお。あ、間違えた。<laughs> めっちゃテスト難しいですね <laughs>。お、いいですね。いい調子です。すみません。え <laughs> っと。え、でも、めっちゃ難しくなってきても、わけがわからなくなってきます。多分ね、進めば進むほど難しくなるんですよ。<laughs> うわ怖くなってきた、えー、こんなん習ってないでっていうのがちょっと出てきて,て,てないや、はいうん、なんか調子いいじゃないですか。<laughs> あ、すてきです。はい。えっと、あ、す速間違えた。えっと、今、文法のところ行きました。おお。 お、いいね。お、<laughs> <laughs> うん、頑張れ。あ、かなり忘れてるっていうか、ちょ、えー <laughs> いいあ？あもうあ、ん、かまかん。はい、あ絶対ちゃ、間違えた。えー、っと。 ちんにばんおうわんぱんおうおうございますうわっ最悪やこれはあかん <laughs> <laughs> レベル何って出たんですかえっと 2>, 2が出ました <laughs>。レベル 2, <laughs> 2! ちょっとあれですね。いいんですよ。はい、レベル 1>, 1じゃない。レベ, <laughs> レベル1じゃないからね。<laughs> あレベル2ですね。まあ、2級ゲー詳しいいうか、二 <laughs> 級相当の中国語レベル。<laughs> うん、じゃあもしあれだ、ね、<laughs> ウエンさんがこの,このアプリを使って今後勉強する場合は、ぜひこのレベル2からやってみましょう。<laughs> はい。はい。 でちょっと今、レベル2の多分単元がこうなんかいっぱい出てるじゃないですか、こんな感じで。これ、こんな感じで。日常会話でよく出くわす場面を使っているんですね。レッスンのとこが昼、はいはい、ご飯を食べるときに使うものだったり、交通手段とかみ、はいね、道訪尋ねる場合とか。まあ、こういうふうにね、あの会話、結構会話メインなんですよね。まあ、覚えたらすぐ使いやすいっていうのがいいかなと思って。 あと、毎回、レッスン、このちょっと丸を押してもらうと、5位、文法、本文、小テストって書いてあるんですよ。はい、書きますそうそうそう。こんな感じで分かれてるから、なんか効率よ,よく進められるっていうかあ、さっきなんかクリックしたらさ、音声流れたじゃんね。はいはい、<laughs> あれが結構あの、本文、も全部音声流れるから、教科書とかってどうしても本だから音出ないじゃないですか。はい そうでも、こういうのは、はい、あの音が出るから、やっぱり語学を勉強するときにその音が聞こえるのと聞こえないのとじゃ全く違うから、あのもし今後ね、1人でやる機会があったら、ぜひ音をその自分も一緒に出して、でその自分の発音がこうどれぐらい正確にできているかっていうのをこう採,採点採点っていうのかな,なんか採点してくれるの音声認識機能もあるから、ちょっとそれもね、ぜひやってみてほしいあはい。 はい、ありがとうございます。そしたら今1個目に多分紹介するっていうのが出てきましたよね。あ、はい<像>、そうそうそう。紹介という単語をね、えーまあ、紹介してくれてるんだけど、はい、これ左を押すともう一回聞こえます。この左の<像>そうメガホンマークを押すともう一回聞こえて、で、真ん中のこの録音ボタン、このマイクみたいな、はい、これが結構面白くて、これを押すと自分の 発音をロックオンできて、それを採点してくるんですよ。いきますね。ジェシャオ。ジェシャオ。うん、ケ、OK、ーって出た。ちょっとぜひ、ちょっと今やってみてください。ジェシャオ。ジェシャオ。 99%のユーザーを超えたって出てきました。<laughs> めっちゃ正確じゃないですか。はい、<笑><笑>みんなよりうまいってことですね。<laughs> そうであとあの一番右にさ、なんか鉛筆みたいなマーク、なんかペンみたいなのあるじゃないですか。はい、これを押すと書き順載ってるんですよ、はい、字の。はい。そう、これを押すと書き順載ってて、これめっちゃいいと思うんだよね。はい、で、次の文字も、中小の小もこうクリックしたら出てくるから。はい。そうそうそう。 なんか書き方結構忘れちゃうとき多いし、中古の漢字そもそも日本語と違うから、これで書く練習もできちゃう,う。だからまあ、なんかこれを見ながらいらない紙、適人に紙を用意して、なんか何回も書くのいいと思います。もちろん紙がなくても、この真ん中のこの鉛筆ボタンを一回押すと、自分で書けるんだよね、こうやってなぞって。こうやって。しかもなんかちょっと書き方汚いとなんかエラーです。<laughs> <laughs> 書き方聞かないとなんかちょっと違いますよって言っちゃうから、かちょっと綺麗になぞなきゃいけないから。はい、っていう風に活用法があるよという。はい。<laughs> はい、楽しいですね、やってて。楽しいよね。はい、なんていうの右の矢印をあの押すとその単語を使ったフレーズが流れる。はい。そう、ぜひ押してみてください。ジョーベン・シュー、そう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 、そんな感じでこのジェー・ を使った例文が出てくるで、はい、しかもちゃんと日本語の訳があって結構そのアプリによって日本語の訳がちょっとなんか変なのもあるんですけどこのアプリは結構日本語訳も正解ですね。はい、そう、これもね録音できるからあの、ぜひ真ん中のボタンを押してちょっと録音してみてください。はい。じゃあ、ベン <laughs> ・シ師ー・シー・ 嗯，这本书是老师介绍的。啊、uh,，八十七%？哈哈，是。そうなんですね。<laughs> よかったよかった。<laughs> <い>でも私から見ると、もうこ,こだけ伸したらいいっていのが、<い>这本书是老师介绍的。<い>この四声四声、もうちょっと高いといいですね。介绍的。这本书是老师介绍的。嗯。 介绍的啊，这本书是老师介绍的。so so 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 so，そんな感じ。この本書はね，这本书是老师介绍的。なんか用せが結構多いんですよ。这都呃是都介绍呢。だから一番高い単単語というか文字をこう自分が読むときはなんかノートに書く。 時間があったら書いてもいいかもしれないんですね。なんかこう丸をつけるとかして、その4世が苦手だなと思ったら4世には全部丸つけるとかして、そ,うでそれ何回も読んでみるとかね。この右側になんか紙みたいなボタンありますよね。<laughs> はい、<laughs> これはあの、はい、スローモーションですね。なんかすごいゆっくり喋ってくれます。本そうそうそう。うん、とまあこれはね、 私がいないときにもできる学習なので、ぜひね、やってみてください、私がいないときに。わかりました、ありがとうございます。どうですか、やってみて役立ちそうですかね、引きの毎日続けられるぐらい楽しんで、ぜひぜひやらせていただきたいと。今の内容が、一応、無料会員。 でいいっぱでできるんですよ、はい、だけど VIP 会員っていうのを申し込むと学べる単元の量が増えるというか、はい、あの小テストもできるからなんかもし今無料でやってみて無料でもすごいボリューミーなんですけどなんか足りないな持ってやりたいなと思ったらぜひ有料の方もちょっと検討してみていただけるとはいあのここだけの話ね、はい、今なんかセールやってていつもだとなんか年間会員年間会費っていうのが 8800円ぐらいかかるんですけど今は日本円相当5600円ぐらいになってますだからだいぶ安くなってるちょっと9日までなんですけどもし興味あったら <laughs>、はいはい、であの隙間時間にもできるからちょっとねぜひ通勤中とかやってくださいね <laughs> はい、はい。そしてねスーパーチャイニーズさんから私のチャンネル視聴者の皆さんにプレゼントを用意したそうですこちらの公式インスタグラムをフォローし DM で私の ID ルイクマエを入力すると抽選で3名様にプラス機能を3ヶ月分プレゼントしますめちゃめちゃお得だからぜひ皆さん応募してみてくださいよし <laughs> じゃあまあね、えー、そしたらちょっとね、単語帳の方の、えーとはい、前回は家族編やったんですけど、その次もちょっと進めていこうと思います。次が、はいまあ、体編体のパーツの単語とそれを使った、はい、と例文ですね。じゃあ、えー、まず1個目、ね。1個目、この体。体っていうのが身体身体そう、身体ンテそうそうそう。 今ね、ちょっとシュン、シュンティってなってまたシュン。このシュンっていうのは、口ちょっと横だといいですね。シュンティ。シュンティ。そう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 。N, E, N っていう音は口横にするといいですね。シュンティ。シュンティ。ででで、そう。で、例文がチ注意身体ね、体に気をつけてくださいと。チ注意身体イ注意身体そうそうそう。 でまあ、今姿勢すごいよかったです。そ,うそんな感じ。シュねティ、一世、三世で。そしたら次が顔、ね。顔っていう中国語がリエン。リ<連>そう、リ<連>でででこれ自体は三世なんですけど、この例文を見てみると、まあ、顔を洗いましょう。これね。シリエンバ。シっていう。 文章で、この時、シーリエン、リエンとはならない。シーリエン、でも下がったまんまですね。シーリエンバーシーリエンバそう,そう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 、そんな感じ。シーリエンバうんうん変わろう、変わらいましょう。ね、じゃあ、そしたら、その次、目ですね。目。目は、イエンジュん。イエ,イエそう、イエンジュん。イエンジュン。えー、これちょっと例ー長いんですけども。<laughs> 彼女は目がパッチリしていますという例文ね。で、中国語はその目っていうのは、日本語だったら目だけでも通じるんですけど、その両目、両目を言う場合は、その両詞が必要で、で、この場合目、目の両詞は十なので、良中、言人っていうのが、まあ、目。なんか英語で言ったら合図みたいな図をつけるじゃないですか。はい、そう、複数形で図をつけるように、中国語では、 この両樹っていう漁子をつけます。梁樹炎人っていうのが二、えーまあ、つの目なんですけど、はいえー、この大ジンっていうのは二つの大きな目がってことですね。ちょっと例文には書かれてないけど、まあ、彼女の大きな目がぐらいな感じのニュアンスですね。彼女の大きな目がで、はい、水リンだ。この水リンっていうのが、まあ、ちょっと難しくて、擬音語に近いのかな擬音語、擬態語こちょっとみずみずしいみたいな感じ。 そうシュリンギンだけだったらみずみずしいみたいな感じでもなんかこう大きなお目目がみずみずしいっていうのが多分日本語だと目がパッチリしているキランキランキランみたいな、うん、そういう感じなんで <laughs> こういうふうな役になってると思いますだから目がキラキラしている大きなお目目がキラキラしているみたいな、はい、そんなニュアンスの,たあの例文ですねはい、はい、じゃあ、えー、ちょっともう一回読んでみましょう 他两只他两只大眼睛水灵灵的。哦，稍微慢一点。他两只大眼睛，慢一点哈。他两只大眼睛。他两只大眼睛。嗯，他两只大大是元音，所以他两只大眼睛。他两只大眼眼。<い>

シュ <laughs> 大リンリンダコノリンリンテノアニセヨニカイクリカイステマスネ。サンセイニセニセケセ。シリンリンダ。シュウリンそう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 で二声のシの形成はバ。あああああ。ちょっと四声に近いというかちょっと高くなるんで。水ュウリンリン 水ュウ的。うん。ンリンダ。つけて読むと、他リ大大ジューダーヤンジン、シュウェイリオーケー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 。めっちゃいいよ。最初に比べたらすごくよい。<laughs> はい。オーケー。そしたら、その次は鼻、花鼻はビーズ。ビーズ。そう、ビーズ。で、レーが花がむずすす。まさに今の私なんですけど。花粉症なんでね。<laughs> <laughs> <laughs> このヤンヤン、ビーズヤンヤンって書いてあります。鼻がムズムズするわ。で、このヤンヤンは二つ重ねて、すごいかゆいことを示してるんですけど、ビーズヤンだけでもあの大丈夫。で、ちょっと読んでみましょう。ビーズヤンヤン。ビーズヤンニャン。そうそうそう。これはすごいいい発音でした。ありがとうございます。これは、はい。これは、やっぱね、ちょっと文字数少ないとやりやすいね。でも、結構やりづらいね。 ね、みんなそうなんですよ。だからちょっとずつ練習していきましょう。で、えー、その次が口。口がつえつえそう、つうえつえで,で、例文いきますね。口を大きく開けてと、歯医者さんが言いそうなセリフですね。ちゃんたつえちゃんたつえそう、ちゃんたつえちゃんたつえうそ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 う。 一世、四世、三世なんで、最初の一世をちょ強く発音しすぎると四世が発音しづらくなっちゃうんで、一世は軽くで大丈夫だと思います。ジャンターツェイ。ジャンターツェイ。そうそうそう、それぐらいでやった方が伝わりやすい。うん、はい、OK です。ジャンターツェイ、ね。文章がとったを一番強く発音すれば大丈夫です。まあね、どうしても例文ってその もともとの姿勢を知っているか知らないかで発音できるかできないか決まっちゃうんですよ。だって今、はい、例文ねなんか読ませてるんですけどその「し、はいりんりん」リンリンとか聞いたことなかったら発音わかんないじゃないですか。だからまあこの例文にある単語もなんかちょっとずつ覚えていきましょう。まず,まずは単語ごとの発音を覚えてそうしたら自然とその文章を読むときも全く知らない単語よりは読みやすくなるんで。 はい。はい、じゃあ、えー、そしたら、その次、耳。耳は耳、アルド。アド。そう、アルド。アド。そう。アドで、例文が、彼はとても耳が速いです。なんかちょっと意味がわかんないな。<laughs> <laughs> <laughs> 多分ん、何でもすぐ耳に入ってくる、情報が早く入ってくるってことだと思うんですけど、<ー>うん、他アルド、非常に他 アジェンっていうのはこの単語この漢字だけ見るとあの鋭いっていう意味なんですけど、うんまあ、意味としては多分ねなんか何でも情報が入ってくるとすぐすぐ聞いちゃうみたいなねそういうことだと思います、はい、でえじゃあその次紙ねこれこれが東そ東頭髪っていうのをその中国の簡体字にするとこの字になりますだいぶ 略されてますねじゃあ、例文いきます彼女は髪がサラサラです。タト髪ァ、光ン・ゴンホア。タ今ね、グランホア。グラン、デみたいになっちゃってんでゴ光ホア。光ン・そうハン・ゴン光ァ。ソ、ハ

なんか、レアにあが自然とくっつく感じで発音できるといいですね。きょうりゃんア、みたいな。きャオリアンア、キャオリアンア。オッケー、キャオリアンア、オッケー。そしたらその次、足ですね。足、腿イ。そう、これはあの、腿って何とかていうと、もも、ももから足首。人間の足がこんな感じだとしたら、ここの部分。うん、ももから足首までが腿 ねえー、と例文が彼は足がとても長い他、ね、腿很长。他腿很长。今ね、長っていう二声がちょっと抜けちゃってるんで、あっていうのを入れる。他腿很长。他腿很長、很很長、この他腿、腿もここでは三声三声なんで二声三声になるんで、他腿

で、えー、じゃあその次、じゃお。足、足ね、じゃお。もう、本当に足首からしたの。この部分ですね、足。はい。これがじゃお。じゃお。そうそう、じゃお。で、じゃお。例文がちょっとこれ難しいんですよ。足のマッサージをしてもらえます。ね。じゃんれん、げおをつお、じんん見たことない漢字が結構並んでる <laughs> と思うんですけど。<laughs> 軽くこのフレーズ紹介すると、ランレンっていうのは誰々に何々させる。誰々に私に何々させるみたいな、ね、文章です、これは。じゃあ、えー、按摩っていうのはマッサージね、これ。で、じゃっていうのが、てっていうのはそこなんですけど、脚がつくと足裏。足の底、足裏っていう意味ですね、はい。じゃあちょっとじゃんれんけをまで読んだら、その次に、ぞ脚底按摩読んでみましょう。まず、 让人给我，让让人给我。说让我给我，怎么你写的呢？让人给我，让人给我，给我、嗯、做脚底按摩。做脚底按摩。So, 让让人给我做做脚做脚做脚底按摩。 よかった。座うだけが惜しい。ラ人ラ我座座みたいなウォー人人ォーミダイナツェタランゲー人ォー人ウォーチャオディア o k ーランソーダヨンセネ。ゾウランランゲーウォーズウォーチャオチャオ今、チャオテダイブツツォーカタマツァタタカツイカラストヨンデワインしよう 良人。良、はい、人給我、ゲイウォ。ゾウ、ジャウ、ディ、です。パーフェクト。很好很好はいはんは。あお疲れ様でした。ありがとうございます。はい。じゃあ今日もね、はい、無事ね、発音についてだいぶ強制できたんじゃないかと思います。ありがとうございます。たぶね、あの、四声をすごい高く出すのに、まだ若干戸惑っている <laughs> と思うんですよ。 だから4世は思いっきり高いところから出してみてください。あと2世がどうしても一番最後に2世が来るとつい気が抜けて1世に近くなっちゃうんで2世も、はい、ああやんのかあっていうふうに常に日常生活の中で喧嘩腰しで過ごしてみてください。わ <laughs> かりました。<laughs> はい、歌るようにして生活しましょう。ちょっと2世がね、あっていうのを意識すること。はい これぐらいかなあとは、まあ、その単語をいっぱい覚えていくことですね。じゃあちょっとね、えー、おうちでスーパーチャイニーズを、ね、使って、その時間勉強していただきながら、はい、ちょっと私の方で、ねはい、あの発音もやっていきましょう。じゃあ今日はね、えー、長い時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあまたね。<laughs> お疲れ様です。お疲れ様です。